この動画ではより詳しくご案内するために音声でのナビゲーションを行います。ワゴン鉄道は海や川、水をテーマにしたモジュール式のレイアウトです。最初に2つのカーブモジュールを作ります。これが A1、 海辺のトンネルのある情景です。これが A2、 海越えのホールのあるゴルフ場です。この板は9ミリ厚の合板のベニヤ板です。近所のホームセンターで入手し、いつの日かと思っているうちに20年近くが過ぎてしまいました。よく乾燥しているので歪みは全くありません。ジグソーを使おうと思っていましたので、カッティングガイドを作りました。大工さんのようにタコ糸で直線を出そうとしていますが、なかなかうまくいきません。盤面にはすでに川や海、線物が描いてあります。この方が後の作業がはかどります。これまでの工作は全て手のこでやってきましたが、今回は工作の量が多いのでジグソーでやることにしました。初めてのジグソーなのでなかなかうまく扱えません。画像が飛び飛びなのはジグソーの振動で絵がバイブレーションしてしまったためです。改めて動画を作り直そうと思い絵を探したのですが、ハードディスクのどこにも残っていませんでした。おそらく画像が増えてきてハードディスクの容量を確保するために削除してしまったのではないかと思います。ジグソーは曲がったところを切るのにとても便利です。たるきをカットするためにジグソーガイドの設定を変えています。たるきは杉材です。これで30ミリの高さを確保します。これによってベースの高さは合板と合わせると39ミリになります。モジュール式レイアウトの場合、モジュールを接続していくので高さを正確に出すことが大切です。木工ボンドでたるきと天板を接着していきます。接着の場面で気を使うのは隣のモジュールと接する面の接着です。はみ出たボンドは濡れた雑巾で拭くときれいに拭き取れます。長さが少し合わない箇所があって、それを修正しながら作業を進めます。木材は近くのホームセンターにあるものを使っています。入手しやすく加工しやすいものを選んでいます。この絵の正面の奥に見えるのが A1 のモジュールです。短いですがお楽しみいただけましたでしょうか。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。